はい皆さんこんにちは村長です。やっと来ましたね。チャット g p t にカスタムインストラクションこんな機能が付きました。なんか難しそうな名前だなということなんですけれどもこれはですねチャット g p t に今までプロンプトでいい回答ができるようにプロンプトエンジニアリングという言葉も出てきましたように どうやったらチャット g p t がいい回答をしてくれるかいろいろプロンプトを工夫して作っていたわけですでも出た当初からこれはプロンプト以上にシステムロールというところに書けばいいということが分かっていましたでも、 そのシステムロールに一般のユーザーがアクセスするということはできないでしたので、プログラマーだけがそこに書き込みをする。それだけが許されていたわけです。ですから、少し余談になるんですけれども、僕は2023年の3月頃に独自の Windows アプリを開発しました。それはこんなようなソフトなんです。村長チャットエキスパートという 名前を付けましてそのシステムプロンプトにいっぱい命令を準備しまして画面で右クリックをするとこういう専門家メニューというのがありまして DTM のアドバイダーになったりプログラマーになったり料理研究家になったり たくさんのシステムプロンプトを準備して投げかけるソフトを作っていたわけです。もちろんこういう専門家メニューだけじゃなくって方言メニューというようなもので大阪弁、京都弁、青森弁とかいうようなものを作りましていろんな方言でチャット GPT ができるようにしていたわけです。専門家メニューのサブ的なものとしましては ファッションデザイナーにチャット GPT になってもらったり、アウトドアの専門家になってもらったり、こういうことがたくさんチョイスできまして、さらに自分のシステムロール、今回のチャット GPT がアップデートしたように、システムロールに書き込む機能というのを作りまして、ここにユーダーシステムロールというのがあります。今回の、 カスタムインストラクションと同じような機能を兼ね備えた本家チャット GPT とは違った角度から僕独自のチャットエキスパートというものを作って商法に使ってもらっていましたが僕の発信力が弱いために皆さんのところにはこの情報は届いていなかったかもわかりません。でも 今回からはチャット GPT プラスにさえ入っていればこのようなことができるようになります。プラスユーダーの方は画面左下のところを押すとセッティングベータというメニューが出てきます。そこを押してベータフューチャーズを選択しますと一番上のところにカスタムインストラクションというボタンがついたわけです。これをした後にもう一度一番下の自分の ID を 押すすとですね、カスタムインストラクションというメニューが出るようになります。ここに書くわけです。今回の事例は僕がやっていますチャット GPT にメロディーとかコード進行とかを考えるソフトウェア。それを僕は開発しているわけです。それに特にいいようなシステムロール。これを書いています。上の箱1500文字対応しているんですけれども 今のところ523文字書いてあるんですけれどもちょっとスクロールしてみないといけなかったりしますのでメモ帳に貼り付けたものがあります大きくしていますのでサラサラっとだけお読みしますあなたは優秀な作編曲ができる音楽家です曲制作の協力を求めた時は以下のような形式で回答してくださいこの形式のことを村長スタイルコードと呼んでいます A、 メロディーの依頼の場合はこんな風にしてください。B、コード進行依頼の場合はこんな形式で返してください。例としましてはイントロ、パイプ C、パイプ A マイナーのようにしてください。そしてイントロとか A メロとかいう表記はこんな形で出してください。という風に書くわけです。 そして、波線以下は、下側の領域に書いています。システムロールの前提条件にない項目のルールは、プロンプトに従って回答してください。この形式は、あなたの回答を MIDI に変換するソフトを使って処理しますので、形式は必ず厳守してください。不明な点があった時は、そちらから質問をしてください。このように書いています。この 項目は今は僕はメロディーやコード進行を作るための一例として挙げていますけれども皆さんが釣りのことを聞きたいそういう方は上のところに前提条件というのを書きますこれだけは守ってほしいですというような出力の形式などを書きます下はそれ以外の振る舞いそういうものを書くように 二つのエリアが設けられています。また、このところに説明文がありますので、英語ですが、これらをよく読んでやってみてください。そうしまして、セーブというのをすれば、カスタムインストールアクションの設定ができたという風になります。僕のソフトは、メロディーを例にしますと、このようにプロンプトをうまく作れるようなソフトウェアを 開発してありました。これは Web アプリですので、皆さんも使っていただけますので、概要欄にも貼っておきますから、見てみてください。こういうふうに、プロンプトを出せます。ここでプロンプト生成。いろんな設定をしまして、この柿色ボタンを押すと、このようにプロンプトが出てくるわけです。そして、このプロンプトをコピーして、チャット GPT に貼り付ければいいわけです。また、 これでチャット GPT が回答をしてくれたらこのような GPT メロディープレイヤーというのがありますこのソフトを使えばチャット GPT の回答によって音楽を MIDI という音楽制作で使える形式になってですね音が鳴ります今世界中でチャット GPT が考えてくれたメロディーを簡単に音楽ソフトで再生ができるのは 多分僕のソフトだけです。音楽の世界もどんどん生成 AI ができてきて完全な曲というか BGM そういうものを作るソフトはいっぱい開発がされてきています。一曲の BGM を作るのはそういうソフトが担うと思います。でも僕のソフトは中間的なソフトで MIDI になりますので自由なカスタマイズができることが特徴です。ですから 音楽ユーダーの人はこうやってくれたらいいわけですけれどもそれ以外のユーダーの方は先ほどのカスタムインストラクションに設定をすればいろんな専門家になってくれるということなんですじゃあ今回は僕の音楽というものですけれどもチャット GPT を使ってやってみますどんなに良くなるかというのは僕もこれからいろんな実験をしていくんですが 今日は皆さんと一緒に全く僕もシステムロールに入れたからといってプロンプトだけじゃないものがそんなに良くなるのかこれは初めての実験です皆さんと一緒に見守ってみましょうでは先ほども言いました GPT プロンプトジェネレーターでメロディーを考えてもらいましょう例えば曲は C メジャーで120ぐらいの速さのもので あとはお任せとしておきます音符数はちょっと多いめというふうにしておきましょう小説数は32としておきますがここはどうしても曖昧でしたチャット GPT は音楽専用の AI ではないですのでここの部分はあまりシビアには回答が返ってこないことは承知の上ですプロンプトを生成してコピーします GPT4 はデフォルトの状態で OK です そして今のプロンプトを貼り付けてみましょうカスタムインストラクションと重複しているところもありますがそれは大丈夫ですそして OK をしますこのように作ってくれました今回コード進行を言ってませんでしたので コード進行の提案もしてくれています。今、本当に欲しいのはメロディーですから、下の方だけが欲しい。BPM は上のところで書いていますが、120BPM で演奏されることを想定しています。というふうに回答をしてくれています。じゃあ、この下側をコピーコードでコピーをしましょう。そうしまして、今度は、 GPT メロディープレイヤーの方に来ますクリップボードを貼り付けというのを押しますとこのように貼り付いてくれました変な文字とかがあれば自動的に変換をしてくれます中に例えば日本語文字とか A メロとか B メロとかそんな言葉があってもそこはちゃんと省いてくれるように開発をしてありますそこでセーブ i d i というボタンを押しましょうちょっとボリュームを 大ききめににししておきま,まままますす BPM は120そのここでセーブミディを押しますとダイアログが出てきますダウンロードホルダーを決めてある方はもうそこのダウンロードホルダーに保存されます僕は任意のところに保存できるようにしていますが僕もダウンロードホルダーに保存することにしましょうここの前に分かりやすいように「0-0-0」 という風うに付けておきます。保存をします。そうしまして、ダウンロードフォルダーを見てみます。0 0 0 m、ID、i というのが一番上に表示されています。じゃあ、これを聞いてみましょう。僕も遺伝より良くなったのか、遺伝より悪くなったのか、これは全く実験をしないまま皆さんにお見せしています。とっても楽しみです。聞いてみましょう。 途中に3連符が入っていましたね。今まではなかなかこんな形の表現をしてくれなかった。さすがカスタムインストラクションですね。システムロールですね。素晴らしいですね。この機能がついたことによってもっともっと素晴らしい回答が得られるようになります。プラスユーダーさんしか使えませんが、この機能は素晴らしい。先日もコードインタプリーターの機能が ついたたりとかしましまけれども僕はこちらの方が皆さんの使い勝手がむっちゃくちゃ向上すると思いますもう興奮状態です是非使ってみましょうそして今さっきの3連符がどうなっていたかちょっと見てみるとわかると思いますがここにちゃんと3連符が来ていますねそして音程は GAB ですからそらし とやってくれたわけですね素晴らしいです T が付いていたら3連符です3連符は1つだけ入れてくれたりしてはダメです必ず3つが組になっていないとダメなんですけれどもそこもちゃんと周到しています本当に素晴らしくなりましたここにも2回目の3連符が来ています今日は僕のやってるフィールドの音楽を中心にお話ししましたけれども ChatGPT のカススタムインン、トラクションこれは本当に素晴らしいです。もし今日聴いてくれてる方で音楽家の方がいましたらこの僕のシステムロールこれを概要欄にも貼っておきますので僕の無料 Web アプリ ChatGPT を使った音楽 MIDI ファイルの生成ソフトこれも組み合わせて使っていただくと 今回デモをしましたようにチャット GPT が考えてくれたコード進行やメロディーうまく制作できる部品を作ってくれますので皆さんも挑戦してみてください今日は新機能カスタムインストラクションこれを解説しました村長スタジオでした村長ミュージックスタジオ